名曲は？はい、名曲。スタジオで発表って。スタジオで発表？ごめんなさい、まるで意味がわからないのですが。あ、なんでもないです。そうですね、練習しましょうか。はい、分かっていただけて光栄です。それでは練習しましょうね。ねえ、名曲は？ひえ、なんでもないです。ですよね。それじゃあ皆さん、頑張って練習しましょう。夏本番って感じの暑さだな。そういえば他に比べてムシムシするけどさ、でもまあこれも青春の香りだよな。結構私ああいう熱血っぽいの好きだよ。いや、そこまでいくとちょっとな。そうだよ、ギターでもベースでも狭くても融通が効くからな。ドラムとなるとある程度の広さが必要だからさ、参っちゃうよ。どっかのバンダナ男を叩いたり、置いてあるメガネを叩いたりとか。何事も練習だからね。叩けるものはスティックで叩いてるよ。この前は校長室に忍び込んで水槽を叩いてたら熱帯魚が全部浮かんできて驚いたぞ。でも大丈夫、ちょっとしたら元気に泳いでたし、魚ってのは意外にも丈夫なものだからな。さて今日は何を叩こうかな。いいギター持ってるじゃないか。お兄ちゃんは寝るのは早いけど起きるのは遅いんだから。すぐ寝るんでしょ、どうせ。
借りてきたんだよ。あるよ、あるに決まってるでしょ。きっと興味のない人にはなかったことになってるんだね。でもちゃんとありますよ。ダメダメ、うちの図書室は厳しいからちゃんと返さないと二度と貸してくれないんだよ。世界の終わりと…ってそんな時間ないんだよ。早く返さないと怒られちゃうよ。うん、だから急がなくっちゃ。うん、あとね、無常の…ってだから急いでるって言ってるでしょ。それじゃあ、ダッシュで図書室に行くね。もう騙されないからね。じゃあね。お兄ちゃん、お風呂はどうするの？またそんなこと言って。入る前に寝たらダメだからね。ふんだ、寝ちゃダメだよ。寝坊しないでよね。起きてるのに部屋に来たら損した気分になるでしょう。はあ、損した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 。今日も暑いな。我慢するしかないだろうな。クーラーとは言わないけど、せめて扇風機があればな。部費なんてもらってんのかね。この部室があるだけマシなんじゃないのか。除霊をするです。壊れてるぞ。いいですか、大きな声で言うです。熱くない熱くない熱くない言うです。もし言ったら罰金36円です。それでアイスを買うです。ダメです、熱いのダメです。それじゃあここで一曲歌うです。熱いぜブギー。やばいぞやばいぞ、熱いブギーギー。ふぅふぅ。それじゃあ僕は学校に行くです。それでは皆さんおはよう。すごいな。寒気すらするぞ。
そうだな。どうせあいつのことだから明日には治ってるだろうけど。お前が悪魔か？ギャー！聞こえない。私には聞こえないぞ。平和な放課後だな。閉めるが、飯でも食ってるか。そうか、残念だな。それじゃあな。バイバイ。
そんな生意気覚えてきたのかな。いいもん、こじあけくんがあるもん。あれ開かない。そっか、この前から内鍵かけてたんだね。兄ちゃん起きろ。内鍵なんかかけて卑怯だぞ。うん、どうやっても起きない気だね。味が濁るって、そうなの？